日本に帰る前にあとコロナの陰性証明書を提出しないといけないんですけど、でそもそもコロナテストっていうのがなんか陰性であればとか、そう陰性とか陽性っていうのが分かればいいと思ってたんですよ。で僕がそもそも昨日予約しといてやろうとしたテストがシネルテストってやつで、シネルテストって15分とか20分ぐらいですぐ結果分かるんですよ。でそれでいいと思ってて、でたまたま昨日の練習の帰りにチームメイトに俺 PCR しないといけないんだよねみたいな話をしてて、で一応予約取ったそのスクリーンショットがあったんで、スクリーンショットをそのチームメイトに見せたら、お前これ PCR じゃねえぞって言われて、えってなって、普通にもうそれないと帰れないんで、 PCR できなかったらもう無効化されちゃうんで、その入国とかも。だからマジで焦って、でそのチームメイトの彼女も病院で働いてるんですけど、僕がやるところをその聞いたら、それはなんだ PCR じゃないし、その帰国とか その飛行機に際 その証明書につながんないって言われて、でも焦って今朝なんですけど、すぐあのハウスアーツットっていうところに電話して、で一応 PCR 受けれることになってこれから行くんですけど、値段が150ユーロって言われましたね。高いのかな、わかんないですね。ちょっと俺からしたらちょっと高いですね。まあちょっとシネルテストと PCR が違かったっていうのと、気づいてよかったですね、とりあえず。めっちゃ寒い。なんか昨日からいきなり寒くなったんですよね、ドイツ。なんか雪降ったり。とりあえず今日水曜日で、金曜日に出発するんですけど、何も用意してないです。なのでとりあえず今 PCR 受けに行って、でまあちょっと街行って、なんだ荷物準備したいと思います。ハロー、ich hätte gerne das Brot。 Ja genau ja einmal bitte。 Nein auどこ？今 PCR 終わって喉にガガガガガ喉に鼻じゃなくて喉の検査で喉がイガイガします。明日また電話して、でまあそれでどうなるかっすね。まあ陰性であることを願います。今ちょっと街に出てて、さっき金曜日自分がフライトする日が母親の誕生日なんで、プレゼントちょっと買ってきました。ってことで
なんか雪降り始めたんで帰ろうと思います。帰って荷物の支度して、はい、雪めっちゃ降ってきたんですけどやば、頭ってことで、これから準備始めるんですけど、準備しながら部屋紹介をしていこうかなと思って、じゃあちょっと外からしてきます。玄関みたいな感じで靴っすね、靴コーナー、まずよく履いてるリーボック、ナイキのエアマックス、このナイキのエアマックスですね、でエアホース、バンズ、スパイク、スパイクはナイキが基本そはす、あ、基本履いてますね。このナイキだ。これはバンズですね。っていう感じで、まあ部屋はこんな感じですね。で、まあ、特に何もないんですけど、まあ、俺帽子かけてあって、まあ、汚いですね。水、あれ C 社っすね。で洋服かけて、これチームの練習着、あ、下着類、これは前住んでたところの、なんか台湾じゃねえや、タイ人に、ムエタイの人にもらったんですよね。で、まあ、衣装ケースの中に服、あ、俺も靴だ。ここにも靴ありました。で、これが、ドイツの暖房。で、絶賛、雪降ってますね。寒っ。見るかな、雪っすねこれ。寒いんで閉めて、でこれ布団っすね、まあ、マットレス2個あるんですよね、これセミダブルとシングルで、いつもコロコロ転がってます。でストレッチマットで、ここにプロテインとかマイプロのやつで、これがドクターなんとか、なんだっけ、ドクターなんとかで、これボタンあって、ブルブルするんですよね。ブルブルブルって。っていう感じで、雑な部屋紹介でした。大体荷物のなんだペットじゃなくて荷造りが終わってきました。今夜の9時前で、これからピザ買いに行って、でそうっすね、同居人のハヤさんから最後だからこれでなんか買えって感じでお金もらって、でこれからピザ買いに行くんで、はい、行ってきます。俺が乗る飛行機は2個まで無料なんで、23キロ。いやー疲れた。はい、行ってきます。とりあえず今9時半ぐらいなんで、店が10時までなんで、ちょっと早めに行って、今向かってるところは家から徒歩マジ1分ぐらいのところなんですけど、ピッツァマフィアっていうところで結構お世話になってますね。って言っても月1ぐらいかな。これがピッツァマフィアです。ハロー、ハロー、ハロー、あ、シェフ、ボス、エイ、ウィギーツェスティア、グッド、アフグッド、ダンク。
ちょっとメニューを見ますか。こんな感じで。スパイスカクテル。こっちがピザで、これパスタで、うわ、サラダとかかな。まあ、裏もあってって感じで。ちょっと頼みますか。今回頼むのは、パニーニってやつで、チーズバーガーとバーベキュー。と、まあ、ちょっと考えます。元気ですか？元気？ゲ。ゲ。ゲ。いや、ゲな。元気ですか？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 ですか？ですか？いや、ゲナオや。元気ですか？元気ですか？元気ですか？ザクはノーマン。元気ですか？いや、元気ですか？元気ですか？使えるやん。彼はクレイジー。宮家スクール、元気です。元気です。いや、元気です。元気です。バウスケスケスケスエシトケスマサスケンスとアナ。あ、ケンスとアナ。いや、あはは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 。よし、あ、マックス、アジアに一緒だ。OK? 決めました。シェフ、カイスペシャル、カイスペシャル。ということで、今待ってるんですけど、まあPCR のテストを昨日受けて、テストアナ、アスパーセア、アスアウト、おかしいっすね、あの人、クレイジー、クレイジー、いや。いやーゲナ、ビセンソー死ねるやん。いやいや、そういやいやいや、もうこの話やめますわ。来ました。はい、シェフ、シェフ、一緒に、一緒にホテルレッツターゲ、一緒にゲナフヤパン、いや、モーゲン、アバン、なんか高いものなんすか。カツ、やね、あー、カツマナー、イエーイ。ナイト、ダイト、アイト、ダダ、ダイト、ヤゲナウ、ギマダヤツガ、ヤー、イッサイガー、マッ、ジンプライト、ヤッ、シェーン、ナッセン、マイナム、エステガム、オッケー。ってことで、こんな感じでピザ2枚とパニーニとパン、ピザパン買って37ユーロっすね。めっちゃいい匂いする。うん、これがピッツァポートってやつで、あ、ピッツァプレッシングってな。で、これがパニーニ、パニーニも後で開けますね。で、これが普通のピザ2枚、暗いんですね。で、ハヤさんが、同居人のハヤさんが帰ってくるまであと30分以上あるんで、これをどうにか温めたい状態、温かい状態を保ちたいので、あん中入れますか。よし、大体50度くらいでこんな感じで入れときました。疲れです。足もぎる、疲れた。11時前、あぶね。本日の主役登場。いや、お前だよ主役。こいつからシリンプ。Yes, sir. ガンベリ。Next. だ。何これ？シーフードス。おお。ズパね。どっちも海鮮っていう。ズパね。で、これが？これが？あ、これ絶対いけない。こうか。だ。パニーニ。これハヤさんのっす。俺の？はい。ノーマル。あ、バーベキューっす。バーベキュー。はい。Next.パニー、これが、あ、こっちかな。スパイマルパニーニ。でもバーベキューとチーズバーガーです。オッケー。あ、こっちチーズバーガーだ。こっちチキンです。で、これ何だと思います？
パニーニパンです。普通にピッツァパン。もしかしてただのくれたやつ？うん、買いました。あ、買ったんかい。はい、これにつけて、うまいっすよこれ。結局ピザは食べれず、パンも1個だけ残って。食べたいっす。朝ごはんですね。お腹いっぱい、幸せです。おお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